はい、というわけで参加型をやっていきたいと思います。お名前お読みさせていただきます。美容セスリのトリコさん、アジサイさん、ハバオの煮込みジュース、どうした、カナさん、コヨソニックさん、脱皮できる里芋、はぁ、昼寝5時間するよ。そう、昼寝じゃないから、ガチ寝やから。どじやっし、お前舐めてんのか、お前。お前名前もおかしいし、コメントも舐めとるやろ、これ。読ます気ないやろ。読ます気ないよ、よくわかったね。お前ジムしとるやん。夜さんと、エチタイズシンくんさんと、え、なんてお手伝い、いたさんさん。どんだけコメント打つね。リンリさん500円スーパーチャットありがとうございます。最近原神始めて、ヤシロさんの動画にたどり着きました。マジです。いつも楽しく見させてもらってます。今回初めてライブを見れたので、記念にコメントさせていただきました。これからも応援しています。リスナーさん、お前な、賢いタイプか。これはかなりのスパチャ鳴らしてる。間違いない。ヤシロがそうと見たね。腹立つな、マジで。ヤッシーの世界は自由だね。よくさ、歴史の授業とかで自由を勝ち取るみたいな感じあるやん。どこやったっけ分からへんけどさ。あんな感じですよね。無理やり戦争を起こされてさ、ドン、ワッ、バーンってなりましたみたいなね。人、もう今の全然伝わらない。もうやり直し。寸分の狂いも許されへん。精密な動きが要求されるんで、どこに立ってんの、なんか敵アシストしてどうしてんの、やめて、なんか、ヤシロくんアシストして、なんか5万って出てんねんけど、ヘゾシ今自分5万出てたぞ。マサイマキの、邪魔。断ることに邪魔するな。ほんで、一人どっか行くのやめへん。なんでそっち行ってんの、何が起きてんの、ちょっと行ってみる。どうしたん、どうしたん、ニピーさん何してんの、こっち来い。なんで命令系やねん。え、ここやん。え、どこ、え、なんでこんな近いところにあんの、こんなところにあったん、なんで見逃したんや、ジョー君。ヤッシーの視力 D やろ。何それ D って。ABCD であれ評価されてんの。もう数々の挑戦任務をクリアしてきたヤッシー君。こんなんも簡単ですから。みんな邪魔すんなよ。自分との戦いやん。挑戦任務って。基本。ちゃうねん。みんなとの戦い。どれだけ自分の手柄を立てれるかでね、命かけてますから、この人ら。これ多分走り抜けるタイプ。多分、こう行くねんか。ここ水走るタイプやから、行くよ。ちょ、もう走りながら行くわ。もう、行こう。止まるんか。で、逆やん。ちゃ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 。よし、よくなーい。さらばなたたたたたた、イエーイ、見たまえ、人がゴミのようだ。あー、降りようか。はい、おいーす、いいかこれ。最近、ハゲてきてない。なんで？あ、ちょっと右側がな、ちゃうん。そんなわけないやろ。育毛剤使ってるって情報入ってないから、話広げるとこおかしいから、俺、原神やから、許可した数4になってるから、これ大丈夫。ごめんな。だって、ヤシロくんいなくなるやん。ヤシロくん0で、これ4人で配信になっちゃうけど。ヤッシー抜けようちゃうねん。すごいピチャピチャ。えぐいって。ニャンダフルさん、ウタシチさん、ロリーカミレクイエム。バイ、ワン、ニャー、お前人間一人もおらへんやん。ワン、ワンオー、ニャーニャー、ヌオー、ヌオー。よっしゃ、いけ、一番。ちょっと無理ちゃう。え、どういうこと、ちょ、おい、はい、はい、フォールガイズ、一人フォールガイズ、お前チート使うなって、お前、おい、おい、だるいってこれ、マジで、おい、ちょっと待って、これ、最初から、これさ、まずどうすんの、まずここが無理やねんけど、え、どうすんのこれ、まだ焦ったか、こういこう。よっしゃ、行こう。いや、もう無理やん、これ。まだ諦めんなって。マラソン途中で歩くやつほんま許さん。途中まで絶対諦めん。そのな、やっぱそういうスポーツマンシップとか知ってる？ないねんな、白くんには。ちょ、いいよ、いいよ。こうやん。ちょ、なんか、原神フォールガイズすなって。じゃあ、あげるから乗せてや、白くんを。落ちた、あいつ。ダッサ。こんな落ちるやつとかおるんやな、マジで。ちょっと見てみる？いい眺め。性格がクズ。ムスカの後告げる。ガン見してるやん。何がおもろいね。ここは別に面白くないよ。で、やめろって、遠くから見るなって、はずいから。この距離感嫌やって、なんか動きよ。一人ぐらい来いよ、じゃあ。もう終わったからさ。下手ですねって言うな。草と草重ねんな。ありがとうございます。なんで俺を言ってんの？はい、行きまーす。ヤシロくんはどこに映ってんの？なんつってさん、癖強いんだけどさん、立花響さん、よろしくお願いします。初めて入れた。マジで。初めて入れた割には名前、えぐいんやけど、何の癖？聞いてみる？何の癖が強いんですか？え？ヤシロの神？いや、ヤシロくんの
癖が強いってこと？ここにいるコメントをガチャ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 売ってる人と、参加のために名前変える人の方が癖強いと思いますけどね、ヤシオくんは。学校とかでよく言われへん？変わってるねって言われへん？それね、めちゃくちゃいい。個性やから。ヤシオくんそう思う。ということはヤシオくんも個性があるということですね。うわぁ、めっちゃいいまとめ方。うまぁ、もう国語5。ちょ、一回座ろう。いや、これ多分な、めっちゃいい絵撮れる。今日一で撮れるはず。ちゃうねん。原神オブ女子会できるって。もう二度と女子会館。うん、この店ももう出禁になります。4人とも出禁です。座れない。あ、そうなん。でも座れんで、ほら。おい、いいやん。立つな。こう、じゃ、いい、その、なんか、出席番号1、バーバラ、はい、元気です。出席番号2、バーバラ、はい、元気です。ちゃうねん。今日は、すごいですね。なんか、想像以上の方がいらっしゃって、皆さんこうじゃなくていいですから。僕、私、入ってもこんなおもろいことできんとか思わんでいいよ。なぜなら、ヤシロくんがめちゃくちゃ面白い。ごめん、これ一人じゃなかった。絶対無理。みんなの前で絶対言われへん。職人必ずね、繋ぎますんでね。はい、はい、おもろいよって言われてるやん。春季ちゃうんや。イライラしてるちゃうんや。カッコつけたがりちゃうんや。中二病ちゃうんや。ヤシロさんに質問なのですが、ヤシロさんがツッコミが上手くなる日はいつでしょうか？え、まだ下手？嘘でしょ？もっと精進するわ。芸人さんの動画1日8時間ぐらい見て勉強するわ。モラー、金月、シンくんさん、シャケさん、脱皮できる里芋来た。よろしくお願いします。これどうやったっけ？あ、これマルチやったらできひんのちゃう？だってほら、無理やもん。じゃあ、まだ話を聞けよ。生ハムさん、こんにちは。初見です。ショートから来ました。いじめていいですか？ダメでーすって言ってもみんないじめるんで、もう止めません。でもなんかショートの方が面白いですねとか言われて、なんか煽られたことあるけど、やばましいよ。面白くしてるやろ。ショートも配信も面白くてありがとうございました。あとかっこいいですね、声もいいですね、面白いですねって言っとけ。あ、ごめんなさい、言ってください。あ、なんかいけそう。いくぞ。乗るな乗るな。おいおい、先に行くな。なんでやねん。ちょ、押すなって。押すな。ちょ、ちっちゃいから、ほんま。ちっちゃいからやめ、ちょ、お前やめろって。お前押すなって。ほんまに。なんで浮いてんのそれは。な、落ちたんやん、自分。ちょ、どこ行ったん？な、落ちてったやん。もう、だから、フォールガイズすなって。あ、なんか増えた。こっち行こう。はぶねえ。いや、あいつ、おっさー。マジで、なんか落ちそう。じゃ、なんで、誰のせいこれ。おかしいな。なんでやろな。手疲れてる？検証炎？検証炎？なんか、作家さん？いつからオンリーアップ始まったの？オンリーアップやったの？なるほどね。やめろ。自分、あれやから、2回押してるからな。ヤシロくんと一緒やで。カウント2やで。もうなんか先に行ってもんだって、あの人ら。じゃ、早いって、ちょっと待って、ちょっと、いい加減にせん。ゆうきさん、ネギさん、うさぎさん、よろしくお願いします。知ってる？飯使い専用生物は、飯使いが使えるんよ。カウカウさん？当たり前。当たり前、当たり前体操。飯使い、生物。飯使いできる、ちゃんちゃん。やるか。ちょ、もう空気きついからやめよう。ほんまに。ヤシロくんもギャグが欲しいんですよ。パクりたいわけじゃなくて、持ちネタが欲しいんですよ。ヤシロくんのギャグといえば、こう、なんか、ゴイゴイスーみたいなさ、ああいうのが欲しいんですよ。ゴイゴイスーみたいな、そう、憧れるじゃないですか。ならへん？ならへん？そういうのが欲しいんやけど、ないんすよね。誰か考えて。この椅子いいっすね。ヤシヤシスーは、ヤシヤシスーにする？ヤシヤスー。もうダイアンさんに怒られる。ダサい、おもんな、え、は？ナヒハラ持ちネタ。いや、ナヒハラ持ちネタじゃないし、もう卒業したから、もうナヒネタこすらへんで決めたから。そう、なんかさ、ナヒ引いたらあれですよねみたいな、ネタなくなりますよねみたいに言われたけど、いや、いいから別にこすりすぎてもないんやからね。数打ち当たるじゃないですけど、そのうちめちゃくちゃ面白いギャグが生まれるかもしれへんで、そのうち。なんでナヒ引いたんですか？そんなこと一回も言われたことない。なんでナヒ引いたんですかっておかしくね。これちょっと強ない？あー、もうまたじゃない方や。もうだからじゃない方じゃない、もういいってマジで。もういつもこう、ジャマイカじゃないから、ジャガイモでもないから。指パッチンはヤッシできる？あ、できるよ。月のように永遠なれ。ガンスペリアン。え、でも指パッチンはできますよ。指パッチンやるよ。ちょ、音割れするかもしれんけど、いくよ。うまい。声はあれとか言うな。うまくてずるい。イエーイ。口で鳴らすな。ちゃう。録音なんでやねん。なんでわざわざ自分の指パッチン録音して自慢すんの？めちゃダサいやん、それ。指パッチンありがとう。あー、いいえ。その褒められることなんてあるんですね。原神よりうまい。うるさい。何言ってんの？動画流してへんねん。そう、なんか指パッチンの100万再生いった動画流してないから。ネギで鳴らした。なんでやねん。ギチギチしかならへんよ。ヤッシー、ピチピチ、チャパチャパ言って、今言った。実写でもよろしく。ほんまにやってるかどうかやってみたみたいな。何の意味がある？リムさん、モさん、ア
ルファーさんよろしくお願いします。もうちょっとなんかあったんじゃ、名前一文字しか使えへんと思ってる。ジンの素材もらっても大丈夫ですか。あ、あれ、あタンポポいいですよ。この配信っていじりばっかりですかなんかこのクラスっていじめありますかみたいな多分ね、前も言ったんやけど、コメントしてくれる人はほんの一部やから、ほとんどの人はコメントしてないからね。優しく見守ってる方もいると思いますよ。何もできない、これ何にもで、あ、回収するの忘れてた。何してんねん、ヤシオくん。飯使いあるあるやねんけど、銃撃戦と回収してなくて、なんで私火力低いのってない？なんで死んだん？ポコチンヤシって撃つな。ゴロいい感じになるのが腹立つわ、もう。ヤッシーさんって、もしかして、あまり強くない人？そんなわけないよね。上から4番目ぐらい強い。その、原神界の中で4番目ぐらい強いから、探索は強くない。ね、探索のこと強いとか言うの？ジャンピング土下座とか言うの？なんでせえなあかん、その。強い言葉使うな、あまり。あはははは。お前ワンピース出てた。めっちゃ笑うやん。ゼハハハハじゃないんですから。そのなんかめっちゃ遠いのやめへん。ちょっとなんか、一人おらんねんけど、どこ行ったん？ぬーぬーぬーはどこ？ぬーどこに行ったんあいつ。どこ行ってんねん自分。タンポポ取りに行ってんの？めっちゃ動くやん。全狩りしようとしてる？どこ行こうとしてんの？マップでおもろいとかあるんやな。あ、そう、めっちゃ動くやん。じゃ、もう、ヤシロくんの配信見てへん。もう見てへんと思うよ、多分。もうやったーって言って、めっちゃ撮ってるもん。ヤシロさんって推しキャラなんですか？あ、聞いてないです。いや、聞いてるやん。大丈夫か、日本語。推しキャラ？ナビや、エウルア、ヨイミや、ライディン将軍、ハイゼンボお姉さん、完成です。ちょっと待って。あかんやつ、呼び寄せたかもしれん。名前が一番やばい。アウトオブアウトみたいなやつ来たで。お前大丈夫？ソーセージレジェンドやってる？ランさん、カスガスズメさん、武装の人たちさん、よろしくお願いします。シロ君何も悪くないから。うん。武装の人たちって言っただけやから。ヤシロ君先に言っとくわ、これ。死ぬ。無理。飯使いで行くのは自殺行為ちゃう、これ。いや、行くけど、一回行くけど、無理ちゃう。倒せる？逆にさ、これ、飯使いで倒せる？貫突の人以外でね。だと、お前、レベル70やねんけど。大丈夫かな、マジで。めっちゃ不安やん。なんか、命の契約を付与されたが最後で、HP どんどんなくなって死ぬねんな、ヤシロくん。ヤシロくんも、飯使いをゲットして、倒したろうと思って。飯使いで飯使い倒したくなるやん。で、倒してったんやけど、ヤシロくん普通に勝てへんくて、マジと思って。おら、いけいける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 。みんなめっちゃ強いってやるやん。やる、オッケー。ヤシロくんやるよ。最後にやるよ。ちゃんとやるよ。どこ行った？え、ちょっと待って、やめて。あ、後ろから殴ったろ。よっしゃ、いけ。リスナーを縦に背中から殴る飯使いってちょっと出す。あー、ちょっと待って、やめて。これどうよけんの？やめて。めちゃくちゃいいとこさんができひんかってめっちゃ悲しいんやけど、普通に強い。なんでこんなことになってんの？こうか。終わってるやん。というわけでね、皆さん、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録と高評価と、X のフォローもね、よろしくお願いいたします。あとね、ファンボックスとか、メンバーシップとかあるんで、そちらもよろしくお願いいたします。というわけで、おつやっしーでした。バイバーイ。